皆さんこんばんは。ここからはビヨンドミレニアルズ2022 Day 4、全員 CEO、 給与は自分で決める、カルチャー先進企業夢見の秘密をお送りします。全員 CEO 制度、有給取り放題制度だけでなく、勉強し放題制度、給与自己決定制度などユニークな制度を数多く持つのが企業の DX 内製化支援などを手掛ける企業夢見です。その意図まで掘り下げると、日本企業の多くが抱える課題に真摯に向き合う姿が浮かび上がってきます。 PR テーブル、久保啓太さんのファシリテートのもと、夢見代表の片岡俊之さんが語ります。それではここから久保さんに進行いただきます。久保さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、PR テーブルの久保と申します。それではセッションを始めていきたいと思います。片岡さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はカルチャー先進企業夢見の秘密ということでですね、いろいろとお伺いして、ぜひ秘密をちょっと探っていきたいなと思っております。頑張ります。はい、お願いいたします。じゃあまずですね、簡単にそれぞれ自己紹介をしていきたいなと思っております。まず私の方から簡単に自己紹介させていただきます。PR テーブル、久保啓太と申します。よろしくお願いいたします。本日進行を務めさせていただきます。私ですね、もともと前職はですね、インターネット広告の事業会社で、まあ、人事広報領域を携わっておりまして、それこそまあカルチャー作りですとか、まあ、様々なこう制度設計だったりとかですね、採用とかに携わってきました。で、ちょうど3年ぐらい前ですかね、今の PR テーブルという会社に転職いたしまして、まあ、いろんな、今度はですね、違う大手さんですとか、ベンチャー企業さんですとか、様々な企業のそのカルチャー作りの支援だったり、まあ、採用ブランディングだったりっていうところのコンテンツ制作のサポートをさせていただいてきました。で、現在はですね、PR テーブルという会社自体の、カルチャー作りっていうところに、まあ、携わっているという形になっております。で、我々、タレントブックというですね、企業カルチャーを発信して、人にフォーカスしたコンテンツを発信していくっていうプロダクトを、提供しているんですけども、まあ、夢見さんもですね、実際にこう2年ぐらい前からタレントブックを、活用いただいておりまして、そこでも発信も、していただいております。それではちょっとご縁もありまして、今回、ご一緒させていただくことになりました。本日はよろしくお願いいたします。はい、それでは片岡さん、自己紹介ぜひよろしくお願いいたします。はい、改めまして、夢見の片岡と申します。実はですね、私の方はですね、21年前に2000年に夢見を創業して、まあ、そこから今に至るんですけれども、まあ、社内ではですね、レイッチっていうふうに呼ばれておりまして、その中でも特に創業メンバー全員が学生で、役員も全員学生だったので、まあ、何もわからないまま会社をやって、結構失敗の連続が多かったんですけれども、まあ結果として既存の常識にはとらわれないユニークな会社になったのではないかなというふうに思っております。夢見自体はですね、大企業やスタートアップの内製化支援という形で、まあ企業が内製エンジニアやデザイナーを抱えていろんな DX とかデジタル変革をしていくお手伝いをしているんですけども、まあそういった部分もあってですね、我々は技術的な課題を解決するためにですね、いろんな知見というのを蓄える必要があるので、スライドにもあるように、その日本一勉強する企業というのを目指してですね、社内の勉強会を非常に多く開催しています。現在、まあ年間2000回ぐらい、これでもかなり多いんですけれども、開催しているものを中期的には1万回開催して、まあもう勉強が仕事だっていうぐらいですね、そういった企業を目指して今、活発な、勉強しております。今回、ビヨンドミレニアムズの視聴の皆さんもですね、かなり勉強熱心な方も多いとは思うんですけども、我々はですね、そういったマインドで、仕事を普段行っております。面白いですね。日本一勉強する企業っていうのは、なかなか自分たちで言う、ね、会社っていうのも、そうですね。と思いますね。でも本当にそれが仕事につながっているので、はい。そうですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はちょっとですね、テーマを3つほど置きましてお話をしていきたいなと思っております。まずは今日、まあ、ゆみみさんのですね、ユニークな制度をこう探って、そのきっかけを探っていきながら、まあ、その裏側にある、制度設計だですとか、まあ運営の原則っていうのをお伺いして、でその上でですね、まあ実際にご視聴いただいている皆様のですね、気づきとなるような形で、どういうふうにこう企業カルチャーを醸成していくべきかだったりとか、ちょっと、日本の未来というところだったりにですね、つながるようなお話もできればなというふうに思っております。で、まず一つ目ですね、夢見のユニークな制度とそのきっかけというところでお話をしていきたいなと思っておりますが、もともとその学生で起業して、まあ、失敗もたくさんしてきたというふうに書かれてましたけど、最初からやっぱりなかなかこ うまくいったわけではなかったと思うんですが、こういったなんかユニークな制度っていうのがたくさんあると思うんですけども、そういった
制度いくつかかいつまんでですね、ぜひその始めたきっかけといいますかというところと、まあ、エピソードをいくつか教えていただくと可能でしょうか。はい、まずですね、スライドにもあるように勉強し放題制度ですね、うん、こちらはですね、ちょっと名前ユニークなんですけれども、はい、何がし放題かというとですね、一般的な会社さんだと一人当たりの例えば研修費用とか、うん、はい、こういった勉強するのにかかる費用っていうのの上限が多分設定されると思うんですけども、その上限がないっていうこととですね、はい、あとその学ぶ対象に関しても、うん、もうほぼ制限がないという形で、うん、極端に言うと現在の事業に直結しなくても、はい、将来の事業につながるのであれば勉強の対象で会社としても全額補助にしようっていうような制度になってます、うん。これ自体はこう最初にどのタイミングでどういうきっかけで始められたんですか。これはかなり、まあ、はい、10年以上前から、まあ、はい、こういった類の制度はあったんですけれども、うん、やはりそのこの対象となる例えば勉強とか本とかは対象じゃないかなっていうのは制限を自分でかけてしまう人とかいたので、うん、はい、まあ、そういった制限なくしてなんか新しい発想で、はい、なんか自分の興味に従ってやっていこうっていうのを、まあ、そういったものを推奨したくてですね、うんうんうん、でこう制限をなくすっていう意味で5年ぐらい前からし放題っていうふうに切り替えたんですけど、うん、まあ、結果としてなんかこう例えばヨーロッパのアートフェスに行ってそのアートの体験をしてそれを社内に持ち込むとか、うん、まあ、普通だとこうそれって趣味じゃないのって思うようなこともですね、うん、社内の人からはやっぱ思い切って、うん、この制度を使って体験したりっていうのがありました。あ、そういうことなんですね。ゆべみさんにとって勉強っていうのはその仕事業務だけじゃなくてなんか自分の趣味とかも含めていろんなところから勉強してくださいっていうのメッセージなんですか。そうですね、うん、例えば研修とかもあらゆる研修に関して、はい、受講可能になってるんですけど、はい、研修っていうものが成立するっていうことはそれを使ってお金を払って何かしら、はい、リターンがあるからその研修会社のサービスって存在していると思うんですね、うん、で今ゆべみの現在の事業に直結するものしかこの制度の対象じゃないとすると、うん、なんか将来の未来のビジネスって作れないなって思ったので、うんうんうん、はい、そういった意味でもう世の中に研修サービスが優勝で存在しているのであれば、うん、もう全部それ対象にしていいよみたいな感じでやっております、ね、まあ、将来の投資みたいな、ね、そうですね。次はですね、はい、有給取り放題制度、うん、またなんとか放題制度っていうシリーズなんですけども、はい、これはですね、まあ、文字通り有給休暇を無制限に取得できるという制度なんですけども、はい、日本では多分数社しかあまりないのかな、うん、インディードさんとかはやられてるんですけども、ね、これはですね背景としては実は割と深刻な事情もあって、うん、当時契約していた契約社員の個人事業主の方が男性の方だったんですけど、うん、その奥さんの親御さんの介護で、うん、仕事をなかなか続けられないのでっていうので、はい、じゃ平日じゃなくていいから、平日の朝と日曜日使ってやってくれればいいっていうので業務委託でお願いしてたんですけど、何かしらの事情があってそれも続けられないっていうことになってしまって、うん、契約できなくなってしまったんですね、はい、で、まあ、フリーランスの人なのでこう自分が働けないと、まあ、収入もなくなってしまうってなった時に、うん、じゃあ果たしてそのプロパーである社員であるメリットって何だろうって思った時に、まあ、今後その総介護時代になる中で、まあ、多くの企業はこう介護にかかる手当てっていうのをほとんどまだ打てていなくて、まあ、そういった部分も深刻に捉えて、まあ、やろうっていう中で、はい、まあ、介護とか看護とか、うん、もちろん本人の傷病とかっていうのも対応する形でこの無制限有給休暇っていうのを定めたっていう、なるほど、そういった経緯がありますね。ありますね。じゃあちょっともう一ついきますかね、はいはい、こちらは全員 CEO 制度という制度なんですけども、はい、こちらもまあ文字通り全員が CEO、 具体的には、うん、全社員に代表取締役の権限を付与していて、うん、まあ、あらゆる意思決定を社員が行うことができるというふうになっています、うん、これを行った背景というのは2018年にティール組織という本が出たんですけども、はい、結構画期的な新しい組織の在り方というので、うん、まあ、書籍もかなり取り上げられて、うん、その中の、意思決定プロセスとして助言プロセスというのがあるんですけれども、はい、まあ、誰もがどのような意思決定でも行うことができると、ただし、まあ、意思決定する前に関係者とか専門家から助言をもらってアドバイスをもらって、うん、その上で意思決定するならどんな意思決定してもいいですよ、うん、っていうのを結構真面目にはですね当時採用して、まあ、その際にですね、いやどんな意思決定できるって言っても
自分には権限ないよっていうような意見があったので、はい、あじゃあ代表権を付与するからっていうので実際に取締役会で全社員に代表権を付与するってやって、うん、権限ガクガクいろんな議論あったんですけども、はい、実際にこういう形で運用しました、はい、取締役会でそれ承認されるんですね。そうですね、それぐらいもう承認されたからね、はい、本当だよ嘘じゃないよっていう形で本当にこう、うん、なるほど、みんなにこう周知したっていう形ですね。なんかこう具体的なそういうこう意思決定のプロセスみたいなものっていうのはどういうふうに、そうですね、はい、先ほどの助言プロセスといってもですね、じゃあどういうふうにすればいいのっていう形で、うん、みんなこう、まあ、戸惑ったりはするので、はい、そのプロセスっていうのを明確に定義したんですね。社内ではそれをそのプロリクと呼ばれるその名称で呼んでるんですけども、はい、これはですね、あのエンジニア、ソフトウェアエンジニアの文化で、はい、プルリクと呼ばれるそのソフトウェアを開発する際の助言プロセス、うん、まさに助言をもらいながらソースコード、プログラミングをしていくっていうプロセスがあるので、はい、それにちょっとなぞらえてプロリクというものを定義したんですけど、まあ、簡単に言うと本当に助言をもらって、うん、でその上で自分の意見を、意思決定を行うっていう、まあ、非常にシンプルな、はい、あのプロセスなんですけども、それを、まあ、もう少しこう明確に丁寧に定めてあげることによって、うん、エンジニアの人はなんかそういうのをこうむしろプロセスが定義されると発揮していくので、うん、なるほど、あじゃあっていうのでどん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 自分たちの会社をこうアップデートしていく、うん、はい、そういうやり方ができてきたっていう感じですね。なるほど、エンジニアの方がやっぱりもうあの非常に多いというか、そうですね、でそこに合わせたあの考え方を入れてるっていうことですかね。6割から7割ぐらいがエンジニアが多いので、うんうん、はい、そういったエンジニアの文化の人にとってこう馴染みがいいものっていうものを作ってあげることでハックしてくれるっていうので、そういうふうにちょっと合わせましたね。なるほど、自分で決めるとか意思決定をあのそういうプロセスをプロリクっていうのもありつつも、そこのネーミングをでもやっぱり前進用っていうふうにしたっていうのもまた本社らしいなというか、そうですね、気がしますね。そうですね、やっぱこれでも紐解いてみるとすごく合理的だし本質的なことなんだなっていうのはあのお伺いして思いましたね。ありがとうございます。はい、はい、あの非常にあのなんですかね、制度自体のこう始まり方だったりとか、まあ、そのきっかけっていうのは非常にあの理解できたんですけれども、じゃあ実際にあのこの制度っていうのはやっぱ制度、人事制度ってどんなものもそうですけども、やっぱり立ち上げて終わりではなくて、まあ、そこからこう運用していくっていうところが非常に重要になってくるかなと思ってます。で時にはそれをこうディスラプトしたりとかですね、改善していくってことも必要かなと思っています。まさにあの先ほどのプロリクっていうのところもですね、あのそういった優れた意思決定のプロセスかなと思ってるんですけども、あのゆめみさんではその、まあ、どのような、まあ、運用していく上での原理原則というところで、まあ、どのようなこうあの意思を持ってですね制度作りとか組織運営をされているのかっていうところでちょっとテーマ2に移らせていただきたいなと思っております。実際にあの先ほどの、ご紹介いただいたあの制度っていうところで、なんていうんですかね、運用していく中でやっぱり失敗していった例とか、うん、やっぱりこう途中で変えていくみたいなことは継続して行われているものなんですか、制度自体。そうですね、はい、あの根本的な考え方を、はい、まあ、その会社をソフトウェアのように捉えていて、例えば人事制度とか、はい、有給取り放題制度を導入しますってなった時にやっぱりこう人事の人からも、うん、これ悪用する人がいたらどうするんですか、うんうんうん、なんかこう制限を設けた方がいいんじゃないですかって言われたんですけど、そう悪用する人が出てきたら、うん、そのソフトウェアアップデートするかのように制度アップデートすればいいんだよというふうに定義する、うん、だから今までだと割とこう一旦制度って作ると硬直的に、はい、まあ、それを継続的に永続的にこう維持しないといけないっていう考え方があったり、制度をこう公表したりリリースする前にちゃんと社員の人に説明会を開いて納得してもらわないといけないっていう考え方があると思うんですけど、うん、そうですね、インターネットサービスって別にサービスリリースするときにお客さんに事前に説明会とか開かないですし、はい、アップデートするのをいちいち事前に説明もしないと思うんですね、うん、リリースしてみて使ってもらって、はい、フィードバックをもらって改善していく、はい、まあ、そういったサイクルっていうところを頻繁に行うのが重要なので、うん、我々のこういった制度っていうのも1週間に何回も、うん、その頻繁にアップデートされているっていうのがまず根本的な考え方。なるほど、我々の方針として先ほど全員信用制度っていうので、はい、代表権を付与しますよ、はい、で助言プロセスプロリクを通じてどんどん会社アップデートできますよ、うん、さあ皆さんどうぞって初日に行ったんですけど、うん、はい、すぐに起きたのが代表権持って誰もが会社変えられるって怖い、
ていう、うん、そういう反応が起きたんですよ。怖いと、そうですよね。はい、自分が住んでる町を、はい、隣人がどんどん変えられちゃう、うん、町の法律変えられちゃうみたいな感じで、いやいや、そんな変なことする人いないからって説明したんですけど、それでも怖い、はい、っていうので設けたのがあのイエローカード制度っていうので、このイエローカードっていうのはそういった人、まあ、ある意味こう悪用するような人がいたら、うん、イエローカードを出して、うん、そのイエローカードが2枚貯まると社員の特権ですね、先ほどのような代表取締役の権限とか、うん、勉強し放題、有給取り放題といったかなり特殊な特権っていうのが、まあ、ある意味剥奪されて、うん、普通の社員の契約になるよっていうような、そういう仕組みをこう設けることで、はい、まあ、抑止効果っていうのを設けましたね、これが。あ、そうなんですね。じゃあ御社にはその社員、通常の社員とそういった制度をあの享受できるっていう2つのこう社員の仕組みというか階層があるんですか。あ、そうなんですよ、まあ、ある意味こう二重のメンバーシップ契約というふうに呼んでるんですけども、うん、はい、社員契約に加えて、まあ、メンバーオプション契約みたいな、あの、まあ、携帯でいうとなんかこう通信し放題制度みたいな、はいはい、そういうプランですよね。そういうものを設定して、うん、で特殊なそのメンバーオプション契約っていうのはイエローカード2枚で剥奪されますよ、うん、っていうことで安心ですよね、うん、乱用する人はいないですよねっていう形であの周知したんですけど、はい、そしたら次に起きたのが、はい、イエローカード怖いっていう。そっかそっか。いつ誰かからイエローカードを、はいはい、その提示されるか怖いみたいな感じで、あ、分かった分かった、じゃあイエローカードを乱用するのもイエローカードの対象とするよ、安心でしょって。なるほど。いや、それでも怖いなってたんですけど、はい、でもよくよく考えると日本の中でも刑法とかいろんな法律があって、まあ、そういう法律があるから抑止があって、うん、警察がいて、うん、それを監視するからこう秩序が保たれるんですよね、はい、そういった法は人を罰するためにあらず、人を守るためにあるからっていう形で、まあ、説明していって、はい、で半年ぐらい経つと、まあ、実際誰もイエローカードをもらうこともなく、まあ、秩序も維持されたので今はもう安心なんですけれども、当時はやっぱりこういうことが起きました。やっぱそうですよね。そうですね。逆にこう心理的安全性が侵されたかのような気持ちになってしまったんですかね。一瞬やっぱりそうなってしまいましたね。なるほどなるほど。実際あの最初に立ち上げたものからそういった先ほどのソフトウェアみたいにアップデートされていくっていうことでしたけど、結構こうあり方だったりとか肉付けして変わっていった制度っていうのはあるんですか。そうですね、いろんな制度っていうのがあります、はい、先ほども話したようなその有給取り放題っていうところもどん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 変わっていったんですけども、うん、まあ、あのいろんな制度本当にもう毎週のようにいろいろ作りかけられていくんですけども、重要なのはあの我々の会社はその全 CEO 制度で、はい、しかもあの管理職やマネージャー、はい、上司がいない会社なんですね、はい、なので一般的には何かあった時にこれどうすればいいんだろう、上司に聞いて上司が言ったことが正しいとするっていう、うん、まあ、ルールだと思うんですけども、はい、我々は上司がいないのでみんなで話し合って、うん、プロリクと呼ばれる制度を使ってこういう方針にしようって決めたことがルールであり、はい、まあ、まさにそれが上司になるんですけど、うん、それをちゃんと書き留めておかないと、はい、なかなかあれどうだったっけってなるので、なるほど、あの社内ではその情報ポータルっていうのがあるんですけど、うん、そこにあのいろんなルールっていうのを更新されてないのを書き込んでいく、はい、まるでこうソフトウェアのようにどん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 こうプログラミング言語じゃないですけども日本語という自然言語で書き換えていったものがルールですよ、はいはい、っていうふうにしてその社内情報ポータルがどんどん充実していって、最近はそういったものもですね、あのオープンハンドブックという形で社外にも公開していき、はい、あとはですねクリエイティブコモンズと呼ばれる、はい、あのまあ、二次利用可能なライセンスフリーなコンテンツにして、うん、まあ、いろんな方々もチール組織を運営するにあたって参考にしてもらうような、うん、そういった形で、まあ、コンテンツ運用を今はしています。なるほど。社内、まあ、ドキュメント化をすごくしていくっていうのってやっぱりまあ今のリモートワークもそうですし、いろんなこうコミュニケーションツールが増えて割と浸透してきたかと思うんですけど、それをさらに、外にもオープンにしていくというところまで徹底されてるっていうのはなかなかないなと思うんですよね。で、二次利用っていうのは具体にどういうことですか。なんかそのコンテンツテキストというかその中身を活用していいですよってことですか。そうですね、はい、場合によっては商用で利用可能にもしていいっていう形で、そのライセンスの利用許諾のその方法っていうのを明示してるんですね、はい、で実際に、まあ、1500人ぐらい全社員フルリモートで行っている GitLab という会社が、うん、あのアメリカであって、はい、まあ、最近上場したんですけども、そこはですね、あの我々と同じようにあらゆる社内ドキュメントっていうのをオープンにしていて、でそれもこう利用可能になっているんですね、うん、
でそこはもう本当にこうフルリモートワークを行うような会社 で、はいはい、で大事にしているのがドキュメントカルチャーなんですけども、うん、やっぱりこうドキュメントっていうところをしっかり言語化して記述することによって、うん、こうリモートワークになったとしてもそれがよりどころになるので、で耳の場合はそれをさらにあの世の中にオープンにしていこうっていう、はい、まあ、思想ですね。それによって、まあ、ある意味こう新しくじゃあいろんな制度を作るときにも、はい、一から車輪の再発明っていう形で、はい、同じことをみんなが作り直さなくてもよくて、うん、他社の情報を参考にしてそれを土台にして作ることができれば、うん、ある意味助け合いながらビジネス切磋琢磨できるので、そういう思想でちょっとオープンにしました。なるほどなるほど。そのまあ、オープンソースじゃないですけど、まあ、実際これもやってきて多分ゆめみさんの中でいろんな時間をかけて失敗しながら改善してきたことだと思うんですけど、 そうですね、それを、まあ、他の会社がもっと最短で行ってほしいっていうのは、そうです、そうです、本当にそういう思いはあるんですか。めちゃくちゃそういう思いですね、うん、まあ、冒頭にも話したように我々私、はい、たちはもう学生しかいない会社で、はい、社会人経験がなくめちゃくちゃ失敗してきて、うんうん、そういう失敗を他の人にやっぱしてほしくなくてですね、はい、組織や会社を運営していくっていうところのノウハウっていうのは、うん、むしろみんながこう出し合って、うん、でそれを共有して、で本質的なこう事業性とか、うん、あるいはそのサービスをいかにこう実践できるかっていう実践力とか、はい、それで企業が競り残っていけばいいのかなと思って、うん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 、会社作りとか組織運営っていうところのノウハウはみんなで共有すればいいんじゃないかっていう、はい、そういう思いは結構あります。あ、いいですね。まあ、考えてみるとね、こう昔からそういう経営の本だったりとか書籍とかではそういうのってどんどん残ってきてましたけど、うん、それがよりすごくスピーディーに PDCA を回してオープン化してウェブで公開されていくっていうことなんですか。そうなんですね。非常に面白いですね。制度をただ面白いからやるとかっていうことではなくて、まあ、ちゃんとその裏側にある根底にある考え方があって、うん、あのオープンにしていったりとか先ほどの制度が作られてるってことなんですね。そうですね、まあ、むしろ世の中の、はい、世の中にこういうやり方だと失敗するよっていうのを、はい、うん、まあ、あえてこれはやっぱり失敗しましたっていうことを証明するために会社を実験場として社員にも、はい、お前多分失敗するけど実験させてって言って、はい、夢見を実験場としてやってみて、うんうん、ほらやっぱり失敗しましたよね、はい、だからこうしましたっていうような、そういうコンテンツも用意したりしてるんですよね。あ、もう会社は実験場だと。そうですね、社会にとっての実験として、はいはい、結構居続けたりもしてます。ごめんなさい社員って感じなんですけども、それみんな楽しんでくれてます、はい、ある意味。でもやっぱさっきのみたいにオープンにされてるじゃないですか。そうですね。なのでやっぱそれを分かってる方がやっぱ入社をされてくると思うので、そうですね。そこで、まあ、あのミスマッチはなくなっていくのかなっていう気はしますよね。あ、これは完全にそうです、ね、はい。もうほぼ実態すべてオープンにしてるので、うん、入った方ももうギャップはなくてですね。はい、あるとすれば思ったより自由度が高かったっていう、想像以上に自由度がさらに超えてくると、それ以外はないですね最近は。なるほどなるほど、そういうことなんですね。あの今ちょっとこう社員だったりとかの話が出たので、ちょっとテーマ3つ目のテーマにちょっと移らせていただきたいなと思ってるんですけども、3つ目はその社員のエンパワーメントと企業カルチャーの醸成についてというところのお話をちょっとしていきたいんですが、はい、まあ、先ほど の、まあ、そのいろんなやっぱり社員のことを考えた制度だったりとかオープンカルチャーによってその働いてる社員っていうのはすごくその働く、なんか動機づけがされたりですとか、まあ、よく言う社員へのエンゲージメントが上がるですとか、うん、まあ、そういったところにこう寄与するのかなというふうに聞いてて思ったんですけれども、そういったところだったり、は御社の中で何かこう考えられて施策を打ってたりするのか、まあ、実際そこによって企業カルチャーがどういうふうに変わってきたのか、制度をやることによって打ち出すことによって、そのあたりを少し掘り下げていきたいなと思ってます。はい、まあ、イメミの特徴として一つは管理職やマネージャーがいない組織なんですけれども、はい、うん、一方で管理業務とか社内のプロセスマネジメント、うん、仕組み作りっていうのは必ず組織運営に必要なんですね、うんうん、ただ一般的な会社はそれを一人のマネージャーと呼ばれる人にこう単一的にこう責任を持ってもらうっていう形で集中してしまうんですね。で負担が多いと、うんうん、今やワンオンワンと呼ばれる、はい、まあ、プロセスの中で、まあ、あれやこれやらないといけないっていう形で、しかも不確実性が高い時代で、はい、プレイングマネージャー的に業務をやるので、うん、それやっぱ大変なんです。で耳もそういった仕組みを取っていて、実は3人続けて、うん、その部長が辞めてしまったっていうのがあったんですね、はいはい、ただ会社は辞めない、片岡さん会社は辞めたくないんですけど、はい、部長しんどいんで辞めさせてくださいって言われて、うん、3回続いてこれはまずいなと思って、うん、あ、なるほど、一
すべてのマネジメント業務を一人に集中させるから難しいんだ、うん、のでマネジメントの役割を細かにこう定義して、はい、でそれらをそのエキスパートがやるもの、例えばカウンセリングとかコーチングとかキャリアコンサルティング、そういった資格が必要なものは専門的なチームに任せて、うん、そうじゃなくて業務改善とか、うん、採用とか教育とか人材配置とか、そういった現場のこうつぶさの状況を見ながら課題解決するものは、これ実際にはみんなでやっていこう、うん、っていうので、グループとか部門の中の全社員がみんなで、はい、私これ得意だからとか関心ある、うん、まあ、ある意味小学校の委員会みたいな形で、うんうん、図書委員会、まあ、飼育委員会とか、ね、はい、そういった形で興味関心に従ってみんながやるべきもの、はい、っていうのを定義してみんなでやるとか、はい、そういう、こう分散、まあ、マネジメントですよね、うん、みんなで手分けしてやっていこうという自治に近い考え方で、うん、例えば会社の組織運営を今行ってますね、うんうんうん、なるほどなるほど。あ、確かにそのマネジメントってこう役割の集合体だとすると、その役割をただこう分散させていったっていうことですよね。そうですね、うんうん、まあ、そうすることによって、いや、マネジメント業務は給与高いし、うん、マネージャーがやるべきだろっていうふうに多責的にならずに、はい、自分たちがやらないといけないっていうような形で、はい、当事者意識、オーナーシップを持って、うん、まあ、組織づくりをしていくっていうのは、やっぱり考え方に社員の人も変わっていったっていうのは一つありますね、うんうん、なるほど。でそこはこう浸透していく中で、社員のいわゆるその、例えばマネジメントをやって苦手意識を持って、まあ、やめたいというか、ある意味こうやる気がなくなってしまったりとか、成果が出せないっていう方がこういうことをやることによって減っていったということなんですね。そうですね、まあ、マネジメントをやるっていうところから、うん、実際のどちらかというと自分の専門性が高い、うんうんうん、そういったことにこう実際に業務を携わることができて、はいはい、まあ、ジョブ型と呼ばれるような形で、よりスペシャリスト、専門性が高い、そういった仕事に携わることができたっていうのがまずありますね、うん、なるほど。それによって社員のこう生産性が上がったり、こう成果に結びついていくっていうようなこう印象というか持たれたのっていうのは、なんか制度を打ち出してからすぐそういう目に見えるものってなんか出てきたりしたんですか？そうですね、まあ、うん、いわゆるこうマネージャーみたいな人が、はい、例えば10人に1人、はい、そういったマネージャーを配置しないといけないっていうものが不要になるので、はい、うん、会社にとってはそれで生産性が上がってきますし、うんうんうん、まあ、何よりこうオーナーシップを持つことができたり、うんうん、あとは部門の中でも横のチームとかの人たちとの連携がないっていうのがリモートで課題になる中で、はい、委員会だとあのもう自分の興味関心に沿っていろんな役割を担っていくので、うん、隣のチームの人とやり取りする機会も増えたりしたので、はい、まあ、そういったこう組織開発的な効果もあったっていうのがあります、ね、なるほどですね。本社のそのユニークな制度っていうのは、例えばあのいわゆるモチベーションだったりエンゲージメント上げようみたいな、そういったこう意識でやられてるっていう感じではないんですか？エンゲージメントに対する考え方みたいなのって何か？そうですね、はい、あの我々の会社今お話したように、はい、まあ、かなりこう自治であったりとか個人裁量があったり、うん、まあ、自分のこう成長とか勉強っていうのを重視するので、うん、まあ、個が起点になっているんですね、はい、会社っていうもののビジョンとか、はい、上司の示す方向性にいかに理解して共感して、そこにまあ、フォローしていくかっていうところのエンゲージメントとかっていうところももちろん重要なんですけども、はい、まあ、どんどんの会社というものがコミュニティになっていき、うん、まあ、部署っていうのはプロジェクトになっていき、まあ、雇用形態もパラレルワークによって、うん、まあ、どんどん会社との絆っていうのが緩くなっていく中で、うんうん、どうその緩い中で、はい、なかなかこう離れられないというか、ちょっとこうついついやっぱ行ってしまうような居心地の良さ的な緩いつながりを作っていくっていうのが大事だっていうふうに、これはあの世の中的にも言われていまして、それがエンゲージメントからエンベディットネス、エンベディットネスちょっと難しいんですけども、うんうん、ジョブエンベディットネス理論っていうのがあって、はい、こういかにこう緩やかなつながりの中にこう人がこう埋め込まれてしまうかっていうか、うん、まあ、例えば会社の人たちと家族同士のお付き合いがあると、まあ、ちょっとなんか辞めますって言いづらいじゃないですか、うん、そういうなんか緩やかなつながりの中で辞めづらいみたいなところっていうのを作ると、うん、まあ、パラレルワークで例えば関与してもらっている人も、まあ、なかなか辞めづらいと、つまり強い絆、エンゲージメントがなくてもいかにいてもらうかっていう埋め込まれ具合というか、うんうん、余り具合っていうのは重要で、はい、で、みんなそれをすごい 3,4 年ぐらい前から重視していて、うん、埋め込まれそうな人を採用して、うん、埋め込まれるように会社の職務設計を作っているっていうのがあります。面白いですね。そのより深くつながる
ていうよりは もっと緩い関係性にむしろ持っていくと。そうですそうです。うーん、例えば耳の場合だと、はい、ジョブ、まあ、ジョブ方っていう形で専門的な職種としてこう採用するんですね、はい、うん、エンジニアも、サーバーサイドエンジニアと呼ばれるような、はい、特殊な職種に応募はしてもらうんですけれども、一方で自分は 趣味というかこうライフワークでコーチングをしてますと、はいはい、そのコーチングをなんか活かせないかなっていう中で、うん、じゃあサーバーサイドのエンジニア8割、うん、2割は社員の人にコーチングを提供するコーチの役割を担いたいっていうと、自由に、まあ、ロールプレイングゲームじゃないですけども、8割サーバーサイドエンジニア、2割コーチっていう感じで自分の役割をこう決めることができるんですね、はいはい、そういう全部乗せみたいな感じで自分の持っているものを全部使えるとすごいこう自分にとっても居心地がいいんですね、うんうん、でもそれをじゃ他の会社に持って行って全部乗せ全部入りで仕事やれるかっていうと、いやいやうちはそんな職務ないよっていう形でハマらないんですね、うん、はい、耳だとハマる。なるほど。このパズルの特殊のいびつなピースをうまくハマるように会社側が職務を柔軟に変えて用意しますよっていう考え方でこの埋め込まれ度合いっていうのを強くしてる。なるほどですね。っていうのがあの耳の考え方ですね。それってすごくこう社員の方向いてるなって感じました。その会社がこう絆を作るぞってなんか囲い込むんじゃなくて、社員のやりたいことだったりできることに対してちゃんと会社が役割用意をして、そうすることでこうしっかりとハマっていって、まあ、ある意味でもそこの中で緩い関係性がうまく作られているということですね。ああ面白いですね。あのいわゆるそういったこう考え方を持ってこうやられてるっていうところは、あの制度の単純なこう名前だけ見てもなかなかね分からないことなので、そうです、分からない部分は非常に深いところいろいろあのお話ができました。あのそうですね、すごくあの私も共感できる部分もすごく多くて、やっぱりこう例えばあの我々もこうタレントブックというプロダクトで、うん、あのみみさんも発信していただいてますけども、はいね、やっぱりこうコンテンツを作ったりするっていう中でもやっぱ一人一人にこう向き合って、その社員がいろんなこう自分の働く意義とか価値観をこう、うん、そこで知ったり気づくことも多いんですよね。でそういったことをやっぱりやってる会社さんっていうのはすごく社員一人一人にこう向いてるっていうふうな、うん、そういった企業さんがあの我々もお付き合いさせていただいてるので、うん、あのその中のこうみみさんのその根底っていうのが改めて知れて、非常にあのいいお話を聞けたなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。あのまだまだですね、あのお伺いしたいことたくさんあるんですけれども、そろそろあのお時間となってきましたので、はいはい、改めてですね、あの最後にあの今日のセッションのですね、感想と今後の展望を簡単にいただけますでしょうか。あ、はい、はい、まあ、いろんなこう制度っていうのはあるんですけども、はい、あの根本的にはあの我々も社会の実験としていろいろ試みて、うん、その結果っていうのをオープンにしていって、うん、業界貢献していきたいなっていう思いが非常に強いんですね、はい、でその上でやっぱりどういうふうな世界にしていきたいかっていうと、うん、ノウハウやナレッジを隠し持って他社に競り勝って市場を独占し、はい、利益を搾取するっていう、そういったビジネスゲームではなくて、うん、ノウハウやナレッジっていうのをむしろどんどんとオープンにして、うん、でみんなでそれを磨き合って、うん、その上で事業性とかプロジェクト、プロダクトのプロダクト性とか、うん、それを実行できる実践力っていうもので、うん、世の中企業が残ったりサービスが残っていけばいいなっていうふうに思っていて、はい、せっかく日本の企業っていうのはそういうなんかまあ助け合いとか、うん、そういうのができる、騙し合いではなくて助け合いができる、うん、そういった土壌があると思っているので、うん、せめて日本語という、うん、なかなかマイナーな言語でこういったナレッジっていうところを、ね、うん、企業の中に隠し持つんじゃなくて、うん、どんどんとオープンにしてやっていく、まあ、そういったビジネスにっていうゲームをチェンジしていきたいな、うん、ゲームチェンジしていきたいなって思いで、めみみはそのオープンハンドブックっていうのを行っているので、まあ、こういうのをムーブメントにしていって、はい、で業界貢献していきたいっていうのがあの結構強い思いですね、うん、はい、ありがとうございます。非常にでも今 の, あの、ね、労働市場自体がこう、ね、人口が減ってきている中で、やっぱりその中でみんなでオープンにして助け合っていくっていうことだったりとかもすごく重要だと思いますし、うん、あの透明性っていう、ね、あのふうに言われて結構久しいですけど、はい、それをあの本当に根本的な思いを持って体現されているっていうところが非常に伝わってきたので、ぜひあのゆめみさんのような企業を軸にあのいろんな会社さんがこのであの公開されてますので、皆さんぜひ二次利用していただいて、あの、ね、いい日本に、ね、はい、していければなというふうに思っております。どんどん、はい、我々もあのぜひ活用させていただきたいと思います。ぜひ、それではあの本日はですね、ご視聴いただいた皆さんありがとうございました。片子さんもありがとうございました。ありがとうございました。
片岡さん、久保さん、ありがとうございました。さて、この後19時35分頃からは CEO こそ育休を取る時代と題して、ミラティブの赤川純一さん、 C の福田恵里さんをお迎えしセッションを行います。また今後のイベントの参考にさせていただきますので、アンケートのご回答をお願いいたします。アンケートにご回答いただくと、有料サービス BI プレミアムが1ヶ月無料になる割引コードを漏れなくお送りいたします。アンケートは表示中の QR コードを読み取りいただくか、各 SNS の概要欄やコメント欄、特設サイトに設置しております。ぜひこちらもよろしくお願いいたします。